第十五章、一節から七節徴税人や罪人が皆、話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。すると、パリサイ派の人々や立法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしている、と不平を言い出した。そこで、イエスは次の例えを話された。 あなた方の中に、100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して、見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして、見つけたら、喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので、 一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない九十九人の正しい人についてよりも、大きな喜びが天にある。八節から十節あるいは、ドラクメ銀貨を十枚持っている女がいて、 その一枚をなくしたとすれば、灯火しをつけ、家を吐き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。そして見つけたら、友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから、一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように、一人の罪人が悔い改めれば、 神の天使たちの間に喜びがある。十一節から三十二節。また、イエスは言われた。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をください、と言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。 何日も経たないうちに、下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで宝灯の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それで、その地方に住むある人のところに身を寄せたところ、 その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に帰って行った。父のところではあんなに大勢の雇い人にあり余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。 ここを立ち、父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして、彼はそこを立ち、父親のもとに行った。ところが、まだ遠く離れていたのに、 父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き、切奮した。息子は言った。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし、父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ。 手に指輪をはめてやり、足に履き物を履かせなさい。それから、肥えた格子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝縁を始めた。ところで、兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると、 音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰って来られました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし、 兄は父親に言った。この通り、私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、私が友達と宴会をするために、小屋に一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が、少婦どもと一緒にあなたの心象を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。 すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。